清里町は、北海道オホーツク総合振興局管内の、斜里群にある町。オホーツク総合振興局東部、斜里町南部に接する。斜里岳の麓に位置する。小清水村、斜里町から分村した当時は、斜里川の上流に位置することから上斜里村と称して、いたが、1955年の調整志向にあたり、清らかな里という意味。 また文村の歴史を将来に残す意味から母体となった、小清水、シャリから一文字ずつ取って、清里とした。軍発足までの遠隔2011年まで40年間、10期に、わたって、町長選挙が無投票当選で決定しており、約半世紀の間、民意が示された例を持たない。2011年の統一地方選挙では4期を務めた、橋場博氏が引退、総務課長、 古谷和夫が立候補を表明したが、石井久夫の圧力に屈し、後に取り下げた。2015年第18回統一地方選挙44年ぶりに、町長選が行われたが、新人を破って再選した。投票率は90.85%であった。農業が盛ん。小麦、天才、ジャガイモ、玉ねぎ、蕎麦などを生産。 平成4年の全国農村景観コンクールで100、1000に選定される。朝栄の清里城中醸造所で、ジャガイモを主原料とした清里城中を製造する。1975年に町の特産品開発として着手し、1979年から日本初のジャガイモ城中として発売を始めたものである。清里町駅斜里町や小清水町と結ばれていた。 一般路線バスは2018年度までに全廃。神の小池桜の滝。ありがとうございます。